どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は6月のカシューイチゴ栽培の様子をご紹介したいと思います。カシューイチゴというのは6月から11月に収穫されるイチゴでして、北海道や長野県など夏涼しい地域でのみ栽培されている非常に珍しいイチゴです。私の実家は長野県にありまして、こちらのビニールハウスでカシューイチゴを栽培しております。今回は6月のカシューイチゴの生育の様子をご紹介しますので、カシューイチゴ栽培に興味がある人はぜひ最後までご覧ください。それではイチゴの生育を見ていきましょう。じゃあまずこの辺りから見ていきます。この辺りは品種はサマーリリカルという品種です。サマーリリカルは長野県の限定品種でして、長野県でしか栽培ができないという品種になっております。そちらの苗を昨年の秋に作りまして、冬越しさせて今年の春にこちらに植え付けました。はい、このね苗を見ていきましょう。まず葉っぱの大きさを見てみましょうか。葉っぱの大きさこんな感じです。私のこのサイズ、端から端で20センチです。親指の先から小指の先までで20センチあります。なのでだいたいわかりますかね、これぐらいの大きさです。ちょっと真横から、見てみますと、草丈でいうと、30センチぐらいですかね、それぐらいのサイズ感になっております。葉っぱねかなり大きく茂っていて、それから草丈も、ある程度高くなっていて、生育としてはいい状態かなと思います。ちょっと見上げたのでついでに見せておくと、こちらねこの遮光シートが貼ってあります。はい、こんな感じです。はい、もうちょっとね、見ていくと、この葉っぱのギザギザの先端にね、水滴がついていました。で今ねちょっと乾いてきてしまっているんですが、まだね、少しついているものもあります。これ何かと言いますと、溢液と呼ばれる症状です。溢液っていうのはね、いちごって根っこから水分を吸収しているんですが、この葉の先端の部分に小さい穴みたいなのが開いていて、そこから水をねこうやって出します。水を出すことで水圧の調整をしていて、ここから水が出ることで根っこからね水分をより吸収しやすくなるみたいな、そういう効果があるそうです。はい、こんな感じです。なのでこれはね結露とはまたちょっと、違う症状なんですが、これが見られるということは、根が十分に、行動していて、根っこから養分ですとか水分が吸収できているという、そういうね証拠になります。ただねこれはこのビニールハウスの温度とか湿度とか、それから時刻ですね、朝なのか昼なのかとかによって見られたりとか見られなかったりとか、そういう症状になります。これとか、すごい出てますね、溢液が。なので、これだけね溢液が見られるということは、根っこは非常に健全で元気な証拠かと思います。それからね水の量についても、水が少ないとこの溢液っていうのが出なかったりしますので、水の量としても、十分あると、多い状態ということがわかります。もうちょっと葉っぱ見ていきましょうか。こんな感じの葉っぱです。この葉っぱを見て、何か違和感を感じる人はいるでしょうか。別にね特に違和感を感じないという方もいらっしゃると思うんですが、イチゴ栽培に詳しい方ですと、この葉っぱを見た瞬間にねピンとくる、ものがあると思います。さあ皆さん何でしょう。そうですね、ハダニですね。詳しい方でしたらもうこれをパッと見た瞬間に、これはハダニがいるなというのが、分かると思います。葉っぱの裏面見てみましょう。このカメラだと映っているのか微妙ですが、多分映ってますよね。この辺に黒い点々みたいなのが見えると思います。はい、こちらねハダニです。ハダニの中でも寒沢ハダニというハダニだと思われます。もしくは波ハダニの赤型という可能性もあるんですが、寒沢ハダニの方が、可能性としては高いんではないでしょうか。はい、こちらのビニールハウス農薬散布を全く行っていないという影響もありまして、ハダニですとかアブラムシというね害虫が発生しています。これもね駆除しなければ、いけないので、後でねちょっと対策をしようかなと思ってます。はい、それからねこの葉っぱの表面を見て、なぜハダニがいるのかってね、すぐピンときたかと言いますと、こういった部分に葉っぱのかすれがね出てるんですね。ちょっとこう葉っぱに黄色っぽいかすれが出てるのが、わかりますかね。いちご栽培詳しい人とかだと、もうこういうのを見てねすぐに、これはハダニがいるなっていうのが分かったりします。はい、こんな感じですね。この辺ちょっとおかしいのが分かりますかね。いちご栽培してる人だったらもうすぐにこうピンとくる症状です。はい、
それからちょっと株元見てみますと、はい、こんな感じにね、花が咲いてます。これは花房って言われるね、花の塊です。でもう咲き終わった花もありますし、これから咲くつぼみもあります。このねつぼみに今アブラムシがくっついちゃってますね。でこれも良くないので駆除をしましょう。でこちらの花房が、1本2本っていう感じでね、1つの株から2本出ております。でこっちの株は、まだ花が出てないですね。でこちらの株もまだ花が出ていないという状態です。で、お隣の株に行きますと、こんな感じにね、非常に大きな、実ができ始めていまして、次の花も大きいですね。こちら花びらの枚数が6枚あります。いちごっていうのは通常は花びらが5枚なんですが、花が大きくなると6枚とか7枚とかね、そんな風に花びらの枚数が増えていきます。はい、それから、つぼみもいっぱい出てきてますね。花房が 1,2,34番目も出てますね。で最初にも出てるのがあるので、これは1株でもう花房が5本出ております。はい、そんな感じですね。でこちらお隣は今花房が1本目が出てきているという感じです。はい、でこちらも、こちらの株は花房が2本出てきていて、こちらの株も今2本目の、花房が出てきているという感じですね。でこちらが1本目です。はい、で長花の花の大きさだいたいこれぐらいです。花をね見るとだいたい収穫できる、実のサイズですとか形もね予想がつくと思います。で2番目とかがこんぐらいのサイズです。はい、まあこんな感じで、このあたりはね葉っぱの生育としても非常に良いですし、それから、まあ、株によってはまだ花が出てきてない株もあるんですが、もうね 2,3 本出てきているとか、花房が5本出てきている、そういう株もあります。でアブラムシとハダニが出てきてしまっているんですが、まあその辺はね、問題なんですが、生育としてはいいのかなと思います。はい、こちらはね、別の、ポットで栽培をしているというところです。こちら見ていただくと、先ほどねこちらの部分よりは、少しコンパクトな、草丈になっております。まあ、それはね一つ株間が違うっていうのがありますね。この株と株の間隔がこちらの方が狭くて、こちらの方が広いっていうのもあって、あまりね徒長しないようなそういう生育になってます。徒長っていうのはこの葉っぱのね葉柄って呼ばれている部分があまり長く伸びないというところですね。あとはまあ土の量ですとか土の保水力とか、そのあたりもね影響していると思います。で、ただね葉っぱの生育状況、それから花房が出てくる速度についてはだいたい一緒で、今最初のね花房が出始めているという感じです。この辺のね花房を見てみると、もうね実がなっているものもあります。これはもうちょっと先端の部分がねとんがってないですね。四角い形になりそうです。今ね、この辺まだ赤い実がないんですけれども、実は収穫自体はもう5月ぐらいから少しずつ始まっていまして、まあ、本格的な収穫は6月からになるかなと、そんな風にね思っています。はい、こちらも花びらが7枚ぐらいありますね。立派な花です。はい、それからこの辺りはちょっと品種が違っていまして、四つ星という品種です。四つ星っていうのは促成栽培に主に利用されている品種なんですが、四季なり性っぽい性質も合わせ持っているというところで、まあ、花種栽培にも利用できなくはないというね、そういう品種になっております。昨年の春から夏にかけて栽培をしていたんですけれども、秋から冬もねそのまま植えたままにして冬越しして今年の春を迎えているというね2年生株と呼ばれているものになっております。葉っぱのね生育自体は非常に順調で元気そうなんですが、ちょっとここまでまだね花を出してきておりません。そこがねちょっと生育上心配だなと思います。あとはねアブラムシの発生がね多いので、ちょっとこれはね駆除しなきゃいけないかなと思ってます。はい、それからこちらのプランターは UC アルビオンというアメリカの品種と、アマゴコチというね家庭菜園向けの品種、それを育てているところです。まずねこちらもちょっとアブラムシが出てしまっているので駆除をしなければいけないかなと思っております。でただ、UC アルビオンについては、葉っぱのね生育が非常にいいですし、それから雨心地についても、昨年雨心地この辺にある株なんですが、非常にね草丈が低くなって、まあ、Y 化してしまっているというか、あんまりね生育が良くなかったんですね。ただ今年の春見てみますと葉柄もねしっかり伸びていますし、まあ、葉っぱは小さめでは
あるんですが、昨年よりはね生育がいいなと思っています。で逆にまあちょっと UCR ビオンの方が、結構ね徒長気味というか葉っぱが小さくて、葉柄ばっかり伸びてしまうと、そういうようなね状態になっています。でこちらはねどちらも2年生の株になっています。はい、それからこの辺りはねちょっと変わった培地で栽培をしている2年生株のサマーリリカルです。はい、例えばね実がこんな感じにできてます。まあ、2年生株なのでねそんなに生育としては良くないんですが、まあ、実としてはねこれぐらいのレベルのこう景気用としてちょうどいいぐらいのねサイズの実ができてます。はい、こんな風にね、まあ、ちょっと小さめの実もあります。普通に春に植えた苗の方がちょっとね花が大きすぎるというか実が大きくなりすぎてるんですけれども、逆にこの2年生の方があまり大きくならずに中ぐらいから小粒ぐらいができているので、逆にねケーキ屋さんとかにとっては使いやすいぐらいのサイズなんではないでしょうか。はい、それから1個のプランターについてちょっと失敗をしてしまったのでご紹介します。こちらね今ほぼ枯れてます。全枯れ状態ですね。で隣のプランターは元気で、隣のプランターは元気で、このプランターだけ完全に枯れてるんですよね。でこれなぜ枯れたのでしょうか。ちょっと皆さん推理してみてください。栽培のね条件はほぼ同じですよね。同じビニールハウスで、同じ降雪ベンチで、まあ、両隣の株は非常に元気よく育っていて、このプランターだけ枯れているというね、そういう条件です。ちょっと推理してみていただきたいんですが、なぜ枯れたのでしょうか。こういう場合考えられるのって、例えば病気とか害虫とかそういうのがね最初に思い浮かべる人が多いんじゃないかなと思います。ただそういう場合って、やっぱお隣の方も同じように枯れてる場合が多いんですよね。でただ今回はプランター栽培っていうことで、ここでね隔離がされていて、こっちの病気がこっちにあんまり移らないようなそういう条件には一応はなってます。でただこうかなり密接しているので、どうしてもねなんか飛び跳ねたりとか、移動するみたいな可能性もなきにしもあらずかなと思います。はい、で正解言ってしまうと何かというと、こちらの水やりのトラブルです。はい、イチゴの水やりって点滴チューブっていうのを使うことが多いんですが、点滴チューブではなくてこういうねドリップピンっていうものを使う場合もあります。でドリップピンを使う場合でも普通はこれではなくてもっとねちゃんとしたドリップピンを使って栽培をするんですけれども、私の場合できるだけ低コストでやりたいなっていうのがあったので、かなりね安い部材を使って、こちらの灌水を自分で作りました。でこのね手作りの灌水の作り方については過去にね別の動画でご紹介してます。3、4年ぐらい前にねそちらの動画を公開しておりまして、Amazon とかで売ってるすごい安いやつを手作りしても一応ね自動灌水作れるよっていうねそういうね動画がございます。でそれをね今年も使ってやっていたんですが、あれですね、すいません、昨年は点滴チューブ使いましたね。昨年点滴チューブ使って今年はねまたちょっとこちら の, 手作りドリップピンに戻したんですが、こいつとこいつ1個のプランターに2個ずつ設置してるんですけれども、ここから水が出なくなっていたようでして、その影響で、ここだけ水不足になっていちごの苗がほぼ全て枯れたということになってます。でそれに気づいてからちょっとね直して水が出るようにしたので若干復活してる株もあるんですけど、もうこれほぼダメですね。でなんでかというと一回土がもうカラッカラに乾燥してしまうとこの土の中にある根っこ自体も傷んでしまうんですよ。一応ね後から水をかければこうやって復活はするんですけど、やっぱり根っこ自体がすごく傷んでいるので生育はすごく悪くなるというか、復活はするといえばするんだけど、やっぱりね 100% までの回復っていうのはしないので、もうこちらのプランターについては栽培をもうやめてしまおうかなと思ってます。はい、でこっちのねお隣の株非常に元気で、こっちの株も元気なのはこの灌水のねこのドリップピンが正常に、作動していて水が出ていたから元気だったということです。トラブルって起きやすいんですよね。ここのノズルのトラブルとか、もしくはね、この元のパイプのトラブルとか、もしくはタイマーのトラブルとか、電磁弁のトラブルとか電気系統のトラブルとか、そういうトラブルがあって、水が出ているはずなのにストップしていたとか、水の出ている量が間違っていたとか、肥料の濃度が間違っていたとか、そういうね機械系のトラブルってとてもよく
起きるので、皆さんもねお気をつけください。まあ、私の場合は普段東京の方に住んでいまして、こちらの長野県に来るのが、1ヶ月に1回ぐらいしかないということで、なかなかですね、こういう機械トラブルへの対応っていうのが難しくなっているんですが、毎日ねビニールハウスに来て栽培をしているという方でしたら、毎日観察を続けることで、こういうトラブルっていうのは起きにくくなると思います。それからこんな感じにですね、今ランナーが元気よく伸びてます。ランナーっていうのはこういうねこうイチゴから伸びてきてるこういう棒みたいなやつでして、これが大きくなっていくと、こんな風にね葉っぱを伸ばしていって根っこを出していって、これからイチゴの苗を作ることができるというね、そういうものです。でこれは栄養繁殖って言われているもので、クローンを作り出します。なので、サマーリリカルの親株から出たランナーっていうのはサマーリリカルとDNA が全く同じね、クローンです。なのでこれを植えればまたサマーリリカルの栽培ができるというね、そういうことになっております。ただ今はねこれ出ていても、必要がないものなので、もうこれはね株元でハサミで切って捨ててしまおうと思います。でもうちょっとだって夏の終わりぐらいになったら来年の栽培用の苗作りを始めますので、その時にねもう一度使おうかなと思います。でその時になったらまたねこうやってランナーどんどん出てきますので、それをね切らずに残しておいて苗作りに使います。ここで1個病気の実を見つけました。こちらね灰色カビ病という病気です。でこのイチゴは、多分5月に完熟状態になったんだけれども、収穫し忘れてしまって、そのまま放置しておいた結果実が腐ってカビが生えて灰色カビ病に侵されてしまったというね、そういう実だと思います。こんな風にね、実を取り残してしまうと灰色カビ病が発生して、でここからねまたカビの胞子が飛んで他の実からも、灰色カビ病がこう発生するということにねつながりますので、こういう実があったらすぐにね取って捨ててハウスの外に持ち出すようにしましょう。それからね実のヘタの部分に花びらが残っていたりすると灰色カビ病が発生しやすいので気をつけてください。で灰色カビ病は、ハウスを締め切っている冬の促成栽培の冬の時期にね特に発生しやすいものなんですが、果樹栽培でも発生しないというわけではありませんので気をつけてください。それからアザミウマといって、この花のめしべの中に寄生する小さな虫もいるんですが、それはね今見た限りではいないようです。こういうね花のめしべに寄生する虫が発生するとイチゴの実が茶色くね汚れてしまいます。でそうすると商品価値がなくなってしまいますので、この花のめしべの中にねアザミウマがいないかどうか確認するようにしてください。で促成栽培の冬ですとあんまりアザミウマって発生しないんですけど、促成栽培の秋それから春っていうのはねかなり発生しますし、それから果樹栽培の花が咲いている期間って5月から10月頃なんですけれども、その期間っていうのはねアザミウマが発生する期間ともう丸かぶりなので、アザミウマ対策はねすごく大事です。アザミウマ対策についてはモスバリアみたいなねものもありまして、そちらは過去に別の動画でご紹介してますので、気になるという方はそちらの動画をぜひ見てみてください。というわけで今回は果樹いちご栽培の6月の様子をご紹介しました。今年はね春にちょっと苗を植え付けるのが遅くなったというのもあって、本格的な収穫っていうのは、多分6月の下旬ぐらいから始まるかなと思っております。でただね、2年生株といって昨年から栽培している株もありますので、そういったものの収穫っていうのはもう5月から始まりました。なので、2年生株の収穫が5月ぐらいから始まって、今ね少しずつ実のサイズっていうのが小さくなり始めております。で逆に、今年の春植えたものについてはまだ収穫がほとんど始まってなくて、これからね、6月下旬から始まるみたいな感じで、ちょっとねこう2つの波があるような、そういう栽培になっております。はい、あとは品種ごとにいろいろ生育状況が違っていたりとか、あとはね栽培容器をいくつか、試しているので、それによって土の量が違う影響もあって生育が違うとか、あとはね土も何種類か使っているので、それによって生育が違うとか、そういう違いが起きていたり、アブラムシ、ハダニが発生していて、アザミウマについてはあまり発生していないみたいな状況です。あとあれですね、冠水のトラブルがあって、一部枯れてしまったんですけれども、そこ以外については全然枯れていないですし、1箇所だけね、枯れてはしまったんですが、普段私東京の方に住んでいて、ここのハウスに来るのって1ヶ月に1回ぐらい
の頻度になっています。まあ、1ヶ月に1回しか来ない割には大きなトラブルなく栽培がねできているかなと思います。はい、まあ、やっぱそれはねこうタイマーを使ったりとか自動換水をね取り入れてるっていうのが、まあ、すごく大きな影響があると思います。それからこちらのチャンネルではいちご栽培に関係する動画をたくさんアップしています。病気とか害虫の防ぎ方とか、あとはまあいろんな栽培上のコツみたいなね、そういう動画、それから苗作りについての動画もありますので、気になる方はぜひそちらの動画も合わせてご覧ください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。